その日僕が石蹴りしてるとパパが家から出てきて言った坊や急いで帰ってくるんだママがお前に会いたいそうだよ僕はパパに小声で尋ねたそいじゃママはもう死んじゃうのするとパパは静かに言ったそうだ坊やママは死ぬんだだけど坊や泣くんじゃないぞみんな誰でもいつかは死ぬんだ坊やわかるなお前は男だ歯を食いしばり耐えてゆくんだどんな時でも弱音を吐くな男らしくやるんだ頼むぞいいか坊や約束してくれ僕はパパに約束をした僕が走って帰るとママは白い顔してベッドに寝てたが僕に優しく笑ってみせた坊や元気で大きくなるのよ僕もママに笑ってみせただけど僕は見たんだその時ママの瞳に浮かんだ涙をママは泣いているんだそうさママは考えてるんだ僕のことを心配してんだ自分が死ぬということよりも僕のことだけを考えてるんだ僕は思わず神に祈ったどうかママを助けておくれよママが死んだら僕も死んじゃうどうかママを殺さないでよどうか神様お願い神様どんなことでも僕はするから夜寝る前に歯を磨くからご飯の前に手も洗うから遅く、そっと寂しくこの世を去った。ずっと僕の手を握りしめ、涙浮かべてこの世を無理だよ、なくなっちゃったって。ダメさ、そんなの。
だけど僕は僕は男さ、そのあくる年あの戦争でパパが死んだと聞いた時は僕はその時涙をこらえた。僕はその時約束守った。